先週だったか資産だったか忘れたんですが、2億円もあるというのはちょっとおかしいなと思いました。で、政党助成金というのがあるんですけども、これは共産党がお金をもらっていなくて、国民新党が3億ぐらいもらっているのです。これはちょっと、まあ、国民新党はなんで3億もらっているのかというのも不思議なんですが、で、これは共産党が、政党助成金をもらっているのは、まあ、ちょっと好感が持てましたが、政党助成金をもらっているかいいとか悪いとかというふうに考えると、どういう結果が出たのかというのが、つながってくるんですが、これがこいつはなんで3億もらってんだろう、3億円ぐらいもらってるのかというのはちょっとわからないですね。何をやってるのかもわからないですし、共産党というのは何か地域のことを一生懸命やっているようなイメージがあるんです。で、具体的な事例がないので、ただな単なるイメージなんですが、で、こっちも同じイメージで、イメージぐらいだったら良くなるような感じがするんですが、これはあんまり良くないんです。公民新党なんですが、亀井が2000億円を大した額じゃないというふうに言ったのが、どっかのサンデープロジェクトかどっかで言っていたのが、確か郵政民営化のことだったかな、だったと思うんですが、2000億くらい大した額じゃないというふうに言っていたのはちょっと引っかかりました。いつ言ったんだろうというのはちょっとわからないんですが、そんな大した額じゃないんだったら自分が払えばいいのにというような気がするのです。で、あとは、共産党ですね、社民党も金をもらっていましたが、なんで福島代表が実は2億円もあるのか、もともとあったのかというのはちょっと聞かなければ分からないですね。で、核兵器廃絶だったら、核兵器を持っていない日本で全力で取り組むのではなくて、日本でいない日本で全力日本で訴えるのではなくて、核を持っている中国、核機を持っている中国、ロシア、アメリカ、インドとパキスタン持ってたかどうかちょっとわからないんですが、実験したのは聞いているんですけども、どうだったかちょっとわからないですが、この国でどういう訴えをしているのか、現地に事務所を置いて、まあ、少なくとも現地に事務所を置いて日本以上に働きかけているのかというと、なんか疑問が残るんです。自分が知らないだけかもしれないんですが、ただ日本で核兵器廃絶をやっているということはニュースで聞くんですけども、ただアメリカやロシア、中国で日本人がそういうふうなことを動いているのかというのは全く入ってこないのです。それはちょっとおかしいかなと思います。まあ、なんだ、襲われた女性が、警察に駆け込んだときに、この警察が、まあ、社民党だとすると、まあ、警察が社民党というのもおかしいんですが、警察官がその被害を受けた女性にそんな格好しているからいけないんだとか、こんな時間にうろつくからいけないんだということを言って、実際に被加害者については何も文句を言わないような感じがするのです。これが警察でそういうことが起こったかどうかというのも、まあ、事例はないんですけども、そういうことを言っているのは聞いたことがあるのです。人づてなんですけども、被害に遭いそうな女性の服装をそんな格好だからとか、夜一人で歩いているとかというのは、まあ、50代とか60代ぐらいの警察官が本当に、まあ、挨拶のような感じで言うんですけども、言わない方が珍しいぐらいなんですが、
なぜその原発じゃなくて核兵器を持っている国に対して日本以上にやるのはもう当然ね。